自社マークどこにある？あるそれ。だって意味ある。その辺でいいよ。ここでいい？これは？内側やな。ああ。で、かからんときは、これを一回だけ踏んで、踏みながら回す。アクセルを？そう。怖っ！これこうして踏みながら回す。言ったら、今、機能も乗ってたやんか。うん、だから、まだガソリンが、その、プラグの近くまで来てんねやんか。うん、そういうときは回すだけでつくね。うん、こうやって。うん、でも、2、3日乗ってないときやと、うん、その中が乾いてるから、ちょっとだけガソリン送らなあかんねやんか。うん、だから、これを踏んでかけんねんけど、ただ今のみたいに勝手にコンピューターでこう噴射量を調整してくれるとかじゃないから、うん、何回も踏むやん、うん、なビュッビュッビュッってガソリンが出すぎて、うん、プラグがこう濡れてしまうやんか、うん、濡れたらかぶるっていう状態で、うん、しばらく乾くまでつかへん、かかりにくくなるからエンジンが、うん、だから連打はなし。でも踏みっぱやったら、踏みっぱでもずっと出てるわけじゃないねん。一回踏んだらビュッて出んねやんか、うん、でエンジンがかかり出したら踏んでるときにそのエンジンの負圧で勝手に出ていくんやけど、うん、わかる？わかれへん。なんせ止まってるときにガーって何回もするとかからんくなるから、うん、かかりにくいときはずっと踏み続けたままこれを回し続ける。じゃあそのうちかかるから。わかった。まずそれな。ほらこうやってなるやん。もう今だから一回も踏んでないから、うん、結構今あったやんけど。で、今バックするで、押すやん、押すやん。あ、ほんでこれ。もう車買うわ。私車買った方が早ないこれ。え、乗りこなす自信ないわ。一足。で、これがウインカーで、うん、ウインカー勝手に戻らんから。まっすぐでもウインカーついたままやから、うん、ウインカーちゃんと戻す。で、上が右？うん、下が左。かな。ニュートラルな。うん。じゃあとりあえずエンジンかけます。はい。踏みながら。そう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 。もうかかったら鍵回すのはやめて。で、これ。何これ？打って引いて押して。これでオッケー、サイドブレーキ。オッケー。で？で踏んだまま一速に入れる。こう？うん。これで一速？うん。でクラッチ開けながらアクセルゆっくり踏む。なんで？毎回。下がってる下がってる。坂から下がってるね。ちょっとね。もう一回かけます。で、ニュートラルに入ってるから、うん、まあ、絶対運転できひんわ、これ。そう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 。日当たるね。ちょっと待って止まって。ちょっと待って、どうやって止まったの？ブレーキやな。無理。ちょっとバックする。ちょっとバックする。押しながら一回ニュートラル戻して真ん中にして、これ真ん中、うん、で、グッて押して、そうで、アクセル開けながらクラッチを離す。左に切らんで。やばいやばいやばい。まあいいや、まっすぐ戻ろう。え、これは？いいよ。ストップって言ってよ。ストップって言ってよ。はい、ストップ。はい。で、一回戻して、すぐカッて戻るから真ん中にしたら。そうそうそう。で、一足。
ワーステっていうのがないから車がタイヤが回転してな、ハンドルが効かへんねん、重たくて遅っめっちゃ邪魔になるんじゃん。避けてや。はい、もうそれぐらいでクラッチ踏んで二速。はい。そう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 。遅っ。いや、私ちょっとこれ運転できひんわ。ちょっと待って、止まらして。お願い。止まって。ブレーキブレーキ。はい。めっちゃ練習いるやん。変わろか一回。広場まで行こう。もう。道じゃなくて。これ話大丈夫？大丈夫。え？事故るは 100% ちゃんと踏んで、ほんでサイドブレーキ、そう、いきます。はい、もうちょい踏んでいいで。思いっきり回す感じ。そう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 。演奏なるで。エンジン怖くんじゃん。そんなノロノロでいきや。なあ。思ってるよりハンドルグーンって、うん、今これ何？二速？うん、で、ウインカー戻ってない。はい、二速。ほんで、曲がるときに若干アクセル開けながら曲がんねやんか。曲がります。曲がるときにちょっとアクセル開けながら、そう、開けない、うん、開けながら曲がったらグッて曲がるから。そう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 。市街地は怖いな、まだ。うん、なあ、こっち行ってみようか。はまらんようにしてや。こっちでどっち？はまるって何？いや、はまるって何？海に。え、海に。右しか回ってないから、左のあの黒の車の奥ってな。ああ、うんうんうん、続いてる道、続いてるんちゃう。で、危なかったら止まったんや。一回じゃあ右に寄って、あの車の右側通って左回りで帰ってこよう。ここまでサイドブレーキ。そこは習ったら教習所で。習ったけど。いや、後ろも来てへんから。来てない？3速入れてみ。いやいや、人おるから。回しながら、そうそうそう、そう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 、
速入れてみる。いや、なんで二速のままやっちゃえばいい。やばくはないけど、もっとキープリテストって言ってた先生が。あ、これいける？ここちょうど A コースやな。こんな大阪で練習できひんの。これ右曲がらんの？え？危ない危ない危ない、ぶつかるぶつかるぶつかる。どう行こうと思ってた。いや、急に右って言うからは右に曲がったんやろ。はい、行こう、練習しよう。こっち行っていい？うん、ウインカーな。で、結構ちょっとアクセル開け出してから、少し軽く吹かしてから、こっちをあのクラッチを開けていく方がいい。どっち行った方がいい？こっち？どっちでもいいで。来てない。それは開けすぎやけど、ニュートラルちゃうかな。ほら、止まりそうになるやろ。うん、だからもうちょっと吹かした状態で開けんねん。それは習ってないもん。この車の癖がそうやから。癖がすごい。三速出します。はい。定まらんわ。もうちょっとスピード乗ってからじゃないとガタガタだ。早めからちょっととりあえずちょっと待って、ニュートラルに入れてサイドブレーキ踏んで、うん、もういいわ、とりあえずもういい。もう車買う。でウィンかな。車見に行こうか。